こんにちは、第8回東宝シンデレラの福本莉子です。今日は4月17日グランドオープンの東宝シネマズララポート門間に来ています。莉子ちゃん、福本莉子ちゃんや、むちゃむちゃ、ええやん。え、関西弁関西弁、めちゃめちゃうまいやろ。東京もんだろ。なんでね、言うていつもこいつらがお世話になってます。いや、こちらこそお世話になってます。実は私大阪出身で、中学時代は梅田と難波の東宝シネマズによく行ってたんです。それでいつか大阪で舞台挨拶するのが夢だったので、昨年セカコイでそれが叶った時はとっても嬉しかったです。素敵。おー、すげーじゃん。知ってる、あんた知ってる、あんたたち。あー、セカコイな、知ってる知ってる。はいはいはい、可愛かったやつ。ではこれから超マニアックなクイズで新しい映画館の魅力をご紹介します。さて、自信のほどは？うん、ええやんええやん。うち、門間やし。門間？ララポート門間にごっつ詳しい人のこと。マジで？門間。門ミストでもええけど。門ミスト？どっちもいい、うん、どっちもいい。なんか適当なこと言ってますね。自信はある。東宝シネマズララポート門間、4月17日グランドオープン。お、ドルビーシネマすごいらしいよ、なんかいろいろと。へえ。紹介して紹介して、早くお願いします。最先端の映像処理技術を採用したドルビービジョン。 HDR 映像技術により輝度は今までの2倍以上、コントラストは今までの500倍と超リアルな映像で、今まで見えてなかった色まで表現できるので、思わず息を呑む、とってもドラマチックな映像が映し出されるんです。え、素敵。いや、500倍。え、マジか。私もこれに映ったら今より輝くんでしょ。実物より輝いちゃう。いや、どういうことっすか。ではここで問題です。クイズクイズ。私が初めてドルビービジョンで映画を見終わった後の第一声は何でしょうか。第一声、いや、むずすぎ。これでアクション映画が見たい。ドルビーでしょ。ドルビー。正解はすごいでした。あ、そっち、あ、そっちだった。いや、普通でしたね。あ、そっちだったか。ひねっちゃった。超シンプルだな。すごいからすごいって言ったんだもんね。そして立体音響技術を採用したドルビーアトモス。座席を囲むように配置された前後左右360度のスピーカー。天井や壁からリアルな音がギュンギュン移動、まるで映画の中にいるような臨場感です。え、360度？マジかよ。全体からだ、全体から、あちこちから聞こえてくるの。やば。では問題。私がドルビーアトモスで映画を初めて見た時に、そのリアルさから思わず撮ってしまった驚きの行動とは何でしょう。泣いちゃった。母ちゃんに電話した。分かった、確かリコちゃん元サッカー部だから。こう右からこうアーリークロス上げたやつ。アーリークロス。正解は思わずジャンプしちゃったでした。惜しい。あ、惜しかった。いや、惜しいか。ジャンプすか。1メーターぐらい浮いたって噂だもん、それ。え、座ったまま。うんうん、リコちゃん最高、やっぱすっきゃねー。さらに最高の環境で映画を楽しめるシアターデザイン。シアターエントランスにも AVP を設け、今から見る映画への期待をそそられます。え、これ劇場に入る前のとこでしょ。これ映像なの。こんなすげーの。え、作ったんでしょ、森。ここにもう森で作って。では問題。あ、来た。このエントランスの AVP、 私何人分でしょうか。私何人分。え、横に並んでってこと。ね、そういうことっすかね。かわいいリコちゃん、100人分。はい、どれぐらい。50人ぐらい。8、5。10人ぐらい。15。正解は私約6人分でした。すごいでしょう。そんなに遠くなかった。私6人分だと思ったんだけど、ちょっとよぎったわ。確かに。でも5か7かなと思ったんだけど、6だった。広くてゆったりのワイドコンフォートシート。さらに上を行くプレミアシートはもう劇場を独り占めみたいな特別感です。はあ、気持ちいい。
これいいわ。横の人とも幅あるし、テーブルあるのいいね。気持ちよさそう。では問題、このふわふわ感に一番近いのは誰でしょうか。誰って何動物。いや俺らも動物。あ、そういうこと、動物、私たちも動物か。先輩の尻尾。何、クマ。正解は私が愛用しているぬいぐるみでした。あれね、そうだ、そうだね、確かに確かに。絶対分かってねえだろ。めちゃめちゃふわふわなっちゃうな。プレミアムシアターはプレミアムラージスクリーン、プレミアムサウンド、プレミアシートといったスクリーン、サウンドシートと全てがプレミアム。最高に贅沢な映画体験です。全てがプレミアム。椅子もだし、音もだし、うわ、映像、スクリーンも。では問題、今私はプレミアムと何回言ったでしょうか。10回。15回。12。もっと多いか、53。108、汗煩悩だ。正解は4回でした。あ、4回か。あ、そっちか。いや、そんな言ってなかったのか。私はね、愛してるって毎晩でも言ってほしいタイプ。は50回どころか。これマジで映画館の PR っすか。ゴーンシアターはスクリーンの前に大型ウーハーを設置。このシアターのためにカスタマイズしたウーハーは通常の約2倍の音響パワー。迫力のサウンドに空気までもが震えるんですよ。すげえなこれ。あ、びっくり、びっくりする。だって2倍だよ。目の前で味わってみたいな。ガイガイス、ガイガイス。では問題、このウーハー、大阪名物たこ焼き何個分の重さでしょうか。たこ焼き、たこ焼き1個が30グラムだとしたら500個ぐらい。何個だ、1000個。正解はたこ焼き約7500個分でした。ウーハーの重さが約165キログラム、そしてたこ焼き1個の重さが約22グラムなので約7500個です。わかりやすい。いや、そんな多かったのか。ええやん、ええ、たこ焼き、いや、ええやん。外はカリカリ、中はトロトロ。ええやん、ええやん。あっ、東宝シネマズララポート門前は京阪本線または大阪モノレールの門真市駅から歩いておよそ8分。お車の方は近畿自動車道門真インターチェンジから 0.5 キロ。アクセスもとっても便利です。4月17日から20日の4日間は毎日映画が1200円。さらに東宝シネマズララポート門真に来ると東宝シネマズララポート門真オープン記念劇場版名探偵コナン黒金のサブマリンコラボシールを先着5000名様にプレゼント。そうなんだ、これ行くっけないじゃん。おー、まあ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 、お得な情報はね、嬉しいっすよね。いや、クイズは激ヤバだったけどな。新しい映画館の凄さ、みんな分かったよね。リグちゃん、リアルに門真やん。門真ね。東宝シネマズララポート門真。めっちゃええやん。めっちゃ、さっきかわーい。でしょ？東宝シネマズララポート門真は、もう魅力って感動でいっぱい。こんな映画館で私の出てる映画が上映されたら、大感激だなぁ。あー、早くオープンしないかなぁ。東宝シネマズララポート門真。4月17日、グランドオープン。行くっけない。